ボヘミア、ボヘミア、米面、は現在のチェコの西部、中部地方を指す歴史的地名。古くはより広くポーランドの南部からチェコの北部にかけての地方を指した。西はドイツで、東は同じくチェコ領であるモラビア、北はポーランド、シレジア、南はオーストリアである。この地方は牧畜が盛んである。 牧道の黒い革の帽子に、革のズボンにベストは、オーストリア帝国の馬術や馬を扱う人たちに気に、入られた。このスタイルは、オーストリアと、遠赤関係にあるスペインを経て、アメリカのカウボーイの服装になったと言われる。西洋にも伝わり、芸術家気取り、芸術家趣味と解されて、ボヘミアンやボヘミアニズムという言い方も生まれた。ボヘミアをチェコ語では、チェヒ、と呼び、 チェコ共和国、通称チェコをチェヒとも呼ぶ。由来は6世紀頃までに形成されたチェコ人にあり、意味は人々、光の土地である。ラテン語におけるボヘミアの呼称は古代にボヘミアからモラビア、スロバキアにかけての地域に居住していたケルト人の一派、ボイ人に由来し、意味は戦士の人々の土地と考えられている。ドイツ語では 米面といい、ラテン語の、ボヘミアの語源と同じ由来と考えられている。古代には、ボイジンがボヘミアから、モラビア、スロバキアにかけての地域に住んでいた。紀元前9年、ダイドルスス率いるローマ軍団がマルコマンニオ・ボヘミアに、追いやった。マルコマンニオのマルボデュースの帰政下では、同じゲルマン系で北方ののアルミニウスと不仲であった、ため、 トイトブルク森の戦いには参加せず、忠実を保った。マルボードゥースの死後、兄弟化したマルコマンには、マルクス・アウレリウスとコンモドゥスの治世下で、マルコマンに戦争、162年から180年を、起こし、ローマ帝国衰退のきっかけとなった。567年、アバールがパンノニア平原にを建国すると、その信仰を受け、6世紀以降、西スラブ人が移住し、 モラビアの西スラブ人と共に、現在のチェコ人となった。7世紀初めに、サモ王国、623年から658年が建国された。この後については、モラビア歴史を参照されたい。9世紀頃に、プシセミスル家のもとで広告を形成した。10世紀以降は、ローマ帝国に属して、政治的に現在のドイツと結びついた。 1003から1004年にヴァスト朝を挟む。1198年に、ボヘミア皇をたかる一世は、ローマ帝国領内では、当時まだほとんど存在しなかった王号を持つ、ボヘミア王となり、ボヘミア王国、1198年から1918年、高いステータスを獲得するが王権は弱く、実質上は、歴代の王の後ろ盾となったローマ皇帝などの、 ドイツ人勢力の区物として存在した。チェコ及びボヘミアは、その地理的な重要性から中世から近世にかけては、ボヘミアを制する者はヨーロッパを進むすとも言われた。1241年、モンゴル帝国がポーランドに侵攻した際には、ボヘミア軍を送り支援したが、東隣のモラビアのオロモーツまで、モンゴル軍に迫られた。1245年には、 ガリツヤ軍に、ポーランド王国、ハンガリー王国が加わり、ヨーロッパ側の最前線であったハール・イチ・ボルイーに、大公国、現在のウクライナ。当時、ルーシと呼ばれた地方へ侵攻して属国化した。1246年代田川側の戦いで、ハンガリー王国のベーラ4世とハール・イチ・ボルイーに、大公国の連合軍が、オーストリア港、フリードリヒ2世を廃止させる。 1248年バーベンベルク家の断絶に付け込んだボヘミア王オタカル二世がオーストリアなどの支配権を獲得。1260年クレッセンブルンの戦いでハンガリー王国のベーラ四世がオタカル二世に敗れる。1278年マルヒフェルトの戦いでボヘミアのオタカル二世はローマ王ルドルフ一世とラースロー四世の連合軍に敗れ。 ハプスブルク家が、欧州の有力な勢力となる。1331年、帝国郵便の発祥地ロンバルディアのベルガモからは、王が都市を展じられている。プシセミスル家断絶後の1310年からは、ドイツ貴族ルクセンブルク家が、ボヘミア王を受け継いだ。ローマ皇帝カール四世となった、ルクセンブルク家のボヘミア王カレル一世は、1348年に、プラハに、 プラハ大学を設立して、ボヘミアに学問を根付かせた。中世から近世にかけては、プラハを中心に学問、特に、キリスト教の学者が多く活躍した。15世紀には、プラハ大学からヤンフスが出て、宗教改革に乗り出した。1410年に始まったグルンバルトの戦いで、ヤンジシカ率いるボヘミア義勇隊が、それまでチェコを実質支配していた、ドイツ人を追放し、 ポーランドのフス派プロテスタントと協力して戦い抜いたことはスラブ民族主義の方がとして注目される。外圧により1415年にフスがジギスムントに処刑されて宗教改革が失敗に終わると1419年のプラハ総外党的事件をきっかけにフス戦争が始まった。16世紀からはルクセンブルクや断絶後にその所要を獲得した。 ハプスブルク君主国の支配を受けた。三十年戦争、1618年から1648年、では、1620年には、白山の戦いで、ハプスブルク軍相手に立った反日で敗北した結果、チェコのスラブ人貴族は、完全に根絶され、ドイツ人貴族のみとなった、チェコ貴族の入れ替え、ヨハン・アモスコメニウスの属した。 共同生活の兄弟団というプロテスタントの一派が三十年戦争でこの地を追われ二度とここに戻ってくることができなかったことはヨーロッパの精神史の中でよく知られた事件である三十年戦争後期にスウェーデンに占領された1648年ベスト・ファーレン条約によってハプスブルクに返還され絶対王政下に置かれたしかしこの戦争を経て 金融センターであるイギリスとオランダへ接近したことには注意が必要でいる。19世紀にはオーストリア帝国の一部となった。19世紀前半にはチェコ人の民族運動が盛り上がって次第にドイツ人から自立しようとする動きが高まった。1899年、ボヘミアはモラビアを伴いオーストリア・ハンガリーに反乱した。翌年にかけて ウィーンの手形交換書は、その交換総額を倍以上に増やした。1918年10月28日2004年、以来914年ぶりにようやく、ドイツ人の支配から離れ、チェコスロバキアとして独立すると、新たに独立したチェコスロバキアの中心地域となった。翌10月29日には、ドイツ人帝国議会議員らがと、北、ボヘミアをとする宣言。 10月30日にはシレジア、北モラビア、東部ボヘミアに、が形成された。1918年11月に成立した、ドイツイコールオーストリア共和国政府は、ズデーテンラント州、オーバーエスターライヒ州に区分し、領有権を主張していた。11月には、南部ボヘミアと、南部モラビアでベーマーバルト、ブーマーバルト、と、ツナイム。 ザネムの両自治政府が作られたが、11月20日には、チェコ軍団がドイツ系諸政府域への進行開始し、12月18日までにドイツ系諸政府は解体された。1938年9月30日のミュンヘン会談では、融和政策を取るイギリスのネビル・チェンバレン首相、フランスのエデュアル・ダラディエ首相が、ズデー・テン地方のドイツ編入を容認した。 1939年3月1日に、チェコスロバキアが解体され、米面米連保護領となった。1945年2月のヤルタ会談で、ソ連の要求によりドイツ人強制移住方針が固まった。1945年5月、ベネシュ布告。8月2日のポツダム協定で、ドイツ人追放が正式決定。 1990年10月30日にドイツ再統一。1993年にスロバキアと分離し、チェコとなった。1997年1月21日。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。